2024年はポッドキャスト20周年。日本ポッドキャスト協会が9月24日からの1週間、ポッドキャスト20周年セブンデイズ配信リレーを開催します。なんと70番組70エピソード。トップバッター務めるのは、ポッドキャストルーキー最近始めました。私、始めるラジオキャンパスが最初のトップバッターを務めさせていただきます。申し訳ございません。ということで、記念すべき20周年ですね。ポッドキャスト20周年、ポッドでのシニアルーキーが、オールドルーキーがトップバッター務めていいんだろうかと思いながらも、楽しんでやらせていただこうかなと思ってます。第1コーナー、第2コーナー、第3コーナー、第4コーナーと語りまくりたいと思います。30分間ですけどね。29分59秒、目いっぱい語りたいと思います。その冒頭で、私にとってのリッスン革命は、文字起こしでも、声日記でも、SNS でもなかった。私にとってのリッスン革命は、ホニャララだった。というのを冒頭で発表したいと思います。9月24日、ハジラジスーパーチューズデイとしてお送りしたいと思ってます。音声配信20周年の20、そして日常の小さな喜び楽しみについて語ります。日本ポッドキャスト協会主催のポッドキャスト20周年セブンデイズ配信リレーの CM をお聞きください。日本ポッドキャスト協会が今年も配信リレーやるよ。9月24日から30日のセブンデイズ、 YouTube とポッドキャストで配信。日本ポッドキャスト協会で